私を呼んだ？ああ、座ってくれ。キアナ、体調はもう大丈夫なの？ゼーラもいたんだ。ありがとう、もう平気だよ。身体検査も特に異常はない。食欲はどうかな？バッチシだよ。1日4食だし、訓練の日はハンバーガーを追加するくらい。事件が解決したおかげでご飯を美味しく感じてるのかも。今みんなキアナとご飯を食べたいって言ってるもんね。人形の事件が一段落してみんなもほっとしたんだと思う。あとキアナの戦いぶりをみんな見てたから話しかける人が増えたよね。それで食堂のおばさんに怒られちゃったよ。みんな待ってるんだから早く来なさい、じゃないと料理が冷めちゃうでしょってね。そうだ博士、支配の律者の状況はどうなってるの？コアは全部回収した。ここ2週間支配の律者の反応は出現していない。ならよかった。ネゲントロピーと天命、それから一部の国にも作戦結果を通達した。まだ危機が完全に去ったとは言えないが、ひとまず一段落したとは言っていいだろう。ただ人形事件の影響により崩れた社会秩序には修復に時間が必要だ。それにそう簡単に癒えない傷もあるだろう。まだやるべきことがたくさん残されてる。だがキアナ、君のおかげで僕たちは見事に勝利した。ううん、みんなのおかげだよ。そう言うと思ったよ。だが感想は夜まで取っておいてくれ。夜？忘れたのかい？僕が君とゼーレをここに呼んだ理由。え？ネゲントロピー創立60周年のパーティーだよ。もう過ぎてるけどやっぱりやった方がいいってアインシュタイン博士が言ってくれたの。前回一緒に買い出しに行ったでしょ。やっと飾り付けができるんだよ。あ、そうだった。なんだかすごく昔のことのように感じるよ。60周年、つまり61回目の創立日。ネゲントロピーってこんなに歴史が長かったんだね。そうだね、いろいろあったけど解決できてよかった。今夜はみんなでゆっくり過ごすとしよう。もしかしたらテスラ博士の余興を見られるかもしれないぞ。え、テスラ博士が？普段ならそんなことしてくれないが、僕が彼女のコーヒーにこっそりと酒を入れたらどうなるかわからない。楽しみにしておくよ。みんなも知っていると思うが、ネゲントロピーという組織は創立の日から様々な困難に直面してきた。1976年、俺たちが20回目の創立記念日を祝った時、俺は創始者のプランク教授にこんな質問をした。ネゲントロピーの未来は一体どこにあるかと。あの頃天命の包囲により俺たちはアメリカ以外の場所で活動ができず、ムーンライトスローンの研究もなかなか進まなかった。だから当時の俺はそういった状況のせいで組織の発展がかなり制約を受けていると思った。しかし教授はそう思っていなかった。私たちみんながネゲントロピーの未来よと。彼女は自分の心臓を指さしながらそう言ったんだ。私たちが冷静に天命と交渉すれば、天命はどうすることもできない。私たちが落ち着いて建設をちゃんとすれば、ネゲントロピーはどんどん強くなる。そしていつかみんなが世界の素晴らしさを感じることができたら、人類は必ず崩壊に打ち勝てる。それが俺たちネゲントロピーの根幹にある精神だと俺は思う。明日にはもっと苦しい任務がみんなを待っているが、今日俺たちはここでネゲントロピーの61回目の創立記念日を祝おう。みんな
ネゲントロピーの精神に。乾杯。乾杯。いろいろ見て回ろうかな。するなんて珍しいね。一応パーティーだからそれなりのマナーをと思ってね。でもなんだか委員長少し緊張してる？そういうわけではないけど、こういう場面にあまり慣れていないから。それにやはり四季の律者のことが心配で。うん、確かにそうだね。正直に言うと彼女にもこのパーティーに参加してほしかった。どうして？こういう集団生活を体験できれば、もしかしたら彼女は違う選択をするかもしれないからね。テレサ。あら、キアナ。パーティーはどう？ゴーヤジュースがないことと、初対面の人たちに子供扱いされたこと以外はいい感じね。キアナ、さっきの演説とっても良かったよ。即興で話したまでだ。だが全部お世辞ではなく本心から思ってることだがね。俺はネゲントロピーの理想が実現することを願っている。もちろんそうなるまでには君たちの努力も必要になる。まさに教授の言った通り、俺たちみんながネゲントロピーの未来だ。私も覚えておくよ。アインシュタイン博士。やあ、キアナ、楽しんでるかい？楽しんでるよ。テスラ博士は余興を見せるんじゃなかったの？ああ、彼女のコーヒーに細工をした時うっかり手が滑ってしまってね。彼女は朝までぐっすりだと思うよ。博士。ブローニャ、ここにいたんだ。キアナ、せっかくのパーティーなのに食べないんですか？会場のセッティングをした時につまみ食いしちゃったからね。さすがキアナです。ブローニャは人の多いところが苦手だと思ってた。たまには賑やかなのも悪くありません。セーフレイヤーにいた頃を思い出します。うん、私も。パーティーが終わってないけど、なんだか少し眠くなっちゃった。どうしようかな。せっかくの機会だし、もう少し見て回ろう。ロザリア到着。
たちはこういうイベントに向いてるね。試食を依頼した料理の感想後で教えてね。うん、分かった。キアナ、出張から戻った同僚が記念品を持ってきてくれたよ。時間があったら見に来てね。うん、後でね。終わってないけど、なんだか少し眠くなっちゃった。どうしようかな。もう部屋に戻って寝ようかな。今日はいい夢を見れる気がする。はあ、そろそろ寝ようかな。ん、こんな時間に誰だろう。こんばんは、キアナ。ブローニャ、どうしたの？どうしたの？やっぱり人の多い場所は苦手だった？心配ありません。キアナはどうでしたか？うん、十分楽しめたよ。でも、やっぱりセーフレイヤーにいた頃の方が楽しかったかな。あ、別にここのパーティーが悪かったわけじゃないよ。ただ、あそこには一番素敵な思い出があるから。そういえばブローニャもあの人形たちと接触したんだよね。はい、ブローニャが遭遇した宿主は司会者でした。うわ、よく喋りそうな相手だね。はい、まるでトークショーみたいでした。めんどくさそう。キアナは最後の人形が話したことを気にしてるんじゃないですか？バレた。少しだけね。奴らは人類ではなく歪んだ人格に過ぎません。わかってるよ。ただ考えてみたんだ。私だったら人形になることを選ぶのかどうか。もしパパが助けてくれなかったら、メイ先輩とブローニャがいなかったら、テレサが入学させなかったら、みんなに出会わなかったら、今の私はどうなってたんだろう。そう考えると、私はずっとみんなの優しさに甘えてきてた。あの人形たちは失敗を経験し、中には失敗を繰り返す者もいた。そういった中で、彼らは孤立無援で希望を失い、心の闇に屈した。なんていうか、彼らの気持ちも少し理解できるんだ。ただ、理解はできるけど、正しいとは思わない。失敗したから諦めるとか、苦しいから屈するとか、私は思わない。もちろん、みんなが助けてくれなかったら、私は進むべき方向を間違えてたかもしれない。けど、どれだけ険しい逆境の中でも、素晴らしいことは存在すると思うんだ。そして、次は私が誰かを助ける番。天球師から退去山、それから今回の作戦、キアナはもう十分たくさんの人を助けました。だから安心してください、キアナ。いつかみんながこの世界の素晴らしさを感じる日が来ます。ベルトの言葉をもう自分のにしちゃったの？正確に言うと、これはプランク教授の言葉です。ブローニャはとても気に入ってます。うん、そうだね。いい言葉だよね。
ありがとう、ブローニャ。なんか、ブローニャと話したらすっきりした。はい。それならよかったです。早く寝ましょう、キアナ。今日はパーティーでしたが、明日も訓練がありますから。うん。おやすみ、ブローニャ。おやすみなさい、キアナ。メイ先輩、姫子先生、絶対連れて帰るから。